はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきたいと思います。前回ね、ドン・コルネオのね、まあ、嫁選びみたいなくだりありましたけど、どうなったでしょうかね。ティファ。クラウド。七番街へ急がなくちゃ。エアリス。巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？左角。火が弱い。全部使えるよね。モンハンカットすぎる。頑張るね。私の出番も
と、何それ、あんなんどうやって避けんの、どこで受けんの、食らったらまずいのか、あれもろに食らってたんだね、さっきは。使えないの、満タンなんないとダメなのか、ダメなの、気負いすぎる、さあ行くよ、まずは回復当たれ、ちょっと休憩、そっちは任せる、よしやっちゃおう、気合い気合い、お願い、
に住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレートを落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ。ね、なんかアイテム取ったんだけど、これね、新たなリミットは習得できるって書いてるけど、これどうやって習得するの？なんかよくわかんない。使えんのかこれ。ああそういうことか。なるほど。ああなるほどね。やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。なんか見えた。だからだ。よし。一気に行くぞ。え、サハギ。行け。これはサンダラっぽいよ。とどろけ。でもない。強いすぎる。はい、それ。備えた。火が来てる。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。うっそ。頑張るね。いくよ。なんとかなった。しまった。ポーション全部なくなった。まあまた買えばいいや。まあ次までにお金貯めとこうか。フェザーグラブ、ああ、あれだね、ティファだね。一個空いてんな。
まあ、マテリアの穴は欲しいから、ね、残眼流精神統一の発動率なんだそれなんだそれ、バリアスリプル、回復欲しいよな。なんだよ、せっかく回復したのに。まあいいや。メガポーション。まあないよな、それはね。ここ拠点にレベル上げてもいいかもね。なんかあんのか、これ。どっちにしても一緒だよね。引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。おそらく発電施設だ。古そう。魔法以前の骨董品だ。いくら神羅星でも動いたら奇跡だな。
動いた。いや、それは回るでしょう。さっきのとこ開いてない？これで。ダメか。回復してくるか。せっかくだからね。敵いてく、あ、いたいたいた。気負いすぎる。さあ、強っ。これ大事だよね。行ったり来たりしてればまあレベル上がるんだろうけど。でしょうね。いいね。反対もきっといけるよね。エリア、あ、鍵だ。外水路。これって外水路、詰まった。こっち行けんのかな。え、外水路への鍵って外水路じゃないのかな。もう一回行ってみよう。ちょっと行けないってことないよね。ロックかかってて。でもそんなんあったもんな、前も。どうなんだろうな。ちょっと行ってみないと何とも言えないけど。
そればかりは鍵あれじゃないの？ん？関係ないの？関係ないのか。なんだよ。大水路のあれ取らないと先進めないってことかな。じゃあ行っちゃおう。なるほど、ここの鍵だったんだ。この大きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。さて、また迷路ですね。はい、ということで今回断りたいと思います。じゃあね、まあまたいろいろ頭使っていくんでしょうから、まあ、頑張ってやっていきましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。